どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。平井家のエレアを描いてます。すみません、今日ね、多分一瞬の動画なんですけど、AK5 の新月、サンプルが2つとも完成したということで、なぜこんな飲食店で急に撮ってるかというと、この後すぐに、映像班に渡さないといけなくて、何かっていうと、以前やったクラウドファンディングの、達成したものの一つとして、なんと今、エレンがニューヨークを駆け回るバイラルムービーって、あの漫画に出てきたじゃないですか。そのスケボー少年に追われ逃げて、ルーシーとエレンがこうバーン入れ替わってニューヨークに消えていくって、漫画のあの映像あったと思うんですけど、それを実写で今撮影、準備鋭意進行中でございます。で、それの衣装でもあるんですよ、これが。俺またで、この後すぐにその映像のチームに渡さなきゃいけないんで、僕がこれを見れる機会が今この飲食店のこの食事の合間しかないという今知ったので、慌てて動画を回してる次第でございます。で、今から見るんで、ちょっとすいません、慌ただしい動画ではありますけど、見た生のあれをあれしてください。あれをあれする感じで、こっちがあれだ、リフレクター、うん、じゃあリフレクターの方から、はい、これ本当にちょっとね、チャッシュで撮るとちゃんとした照明じゃないんで、うわ、チャッシュ入れましょうか。フラッシュで撮ってみてください。やばいね、スペシャル感が。スペシャル感やばくない？やばい、うーわ。で、ロゴもね、ちゃんとこっちも入ってますよ、左手ね、うん、サウスポーの左の、うーわ、え、かっこよ、え、かっこよ、やべえな。中もね、中にもロゴがね、うわ、なにこのスペシャル感、スペシャル感半端じゃないんだけど。あ、そうだ、これロゴを作ったの、あ、こちらのデザイナーのハヤト君です。あ、お久しぶりです、YouTuber の皆さん。どうも、YouTuber ブランド皆さん、 YouTuber が見てるチャンネル、 YouTuber の皆さん、え、やば、見てよ、ハヤト、やば、めっちゃ嬉しいですね。ちょっと来ていいですか、じゃあ来てみてください。これぜひちょっとハヤト君フラッシュ撮って写真撮ってもらって、はい、でそれの撮った写真を動画に見せたいな。これでじゃあフラッシュ、あ、ありがとうございます。それでいきます。はい、チーズ。フラッシュいった？めっちゃ来ました。すごい。どれ今見せますよ、はい、見せてください。これが普通の状態ね、はい、これが普通の状態、ね、フラッシュ、はい、今地味だったと思うけど、はい、こんな感じになってます。ドン、やば、色が違う。もうこれね、いや、分かりづらいな、動画だと分かりづらいけど、真っ白になってますよね。暗闇の中で撮るともっと光がこうね、うん、いや、このコートなのに真っ白になってる、やば、ゴリゴリイリュージョン。ゴリゴリ天候さんじゃないですか、すごい、やべえな、反射してますよ、かっこいいな。っていうか、まあ、もちろん光るのがこのアイデンティティではあるんだけど、うん、普通にかっちょいい、うん、光ってなくてもかっちょいいから、うんうん、シルエット勝利。これちょっとぜひ実物見てほしいな、この本当にスペシャル感がやばい、うん、スペシャル感ありますよね。量産型もちょっと見せて紹介してくださいよ。量産型は別に着なくてもいいんじゃない、この前着て、あー、まあまあ、確かに。ちょっと、じゃあこれとりあえずでも場所、ロゴの場所とかは全部、まあ、一応一緒なんで、うん、同じでね、はい、やばいわ、ね、リフレクターの方のいや、スペシャル感本当ありますよね、うん、でもそうだね、どっちの良さもあるね。こっちの方が多分、うん、見たことない感じの、見たことないと思う、うん、光ってない状態でもなんか、なんつうんだろう、やっぱ
光沢が特殊だから、うん、すごい、まあ、あのモノトーンだけど目を引くデザインだと思う。でこっちは本当にもうあのシンプルにかっこいい、まあ、真っ黒で、そうね、普通にイケてるコート、どっちも良さがあるからぜひ見てほしいですね。そうですね。今だからあれでしょ、小林さんがさっきあの文句言ってた、あのいやいや文句は文句言ってないよ。あの小林さん、マネージャーの小林さんが死ぬほど頑張っていろいろ調整してくださって、この新月のお披露目、そうね、なんか受注会も兼ねて、なんかそのまあAK5 新月展みたいな、うん、なんかそのまあ俺もそれに合わせてあの書き下ろしの漫画とか書こうかなと思ってる、そういう展覧会の催し物を今、考えてます。で、ちょっとまああの今まだちょっと情報は公開、うん、解禁できない、このご時世なんでどうなるかも分かんないし、うん、まあ、今でも鋭意進行中なので、そう、ね、あのすごく素晴らしい会場で、あの皆様のがお手に取って見ていただける機会を今作ろうと、今主に小林さんが、そう主に俺が頑張ってますんで、うん、僕はそれを見てあの頑張れよ、頑張ってくれってずっと思ってるんで、はい、今日おごるね、じゃあはい、じゃあそんな感じ、はい、そんな感じで、楽しみにしてください。今何分ですか、はい、ちなみに今6分57秒はい、ちょうどいいです。はい、じゃあ、あ、待ってね、最後に締めますんで、最後に、じゃあ、まあ、ちょっと新月の情報を含めまたあのいろいろあの発信していきますので、今日は短いですけども、よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。じゃあそれでは